離れたロシア育ちは関西舞台は東京ピロシキーズです, です、はい、わからんお尻がもう丸見えやねんけどこっからもうプリンって見ないでまあなんかないろんな質問が来るからさいろんな質問ねでなんかそれでやっぱ国民性ってありますかみたいな聞かれる国民性国民性はね国によってそのなんだろう人の性格って人種によって違うってなんか遺伝子的にそんななんかさありえるんかなみたいな感じでよく聞かれるから、うん、まあそれについてちょっと語ってみようかなとか思うねんけどどう思う国民性ってあると思う国民性はありますありますいやもうありっこやと思うなんでどんな感じで思うのまあ例えばその常識的なこととか、うん、例えば自分の国、まあ、例えばロシアとか、まあ、日本とかなんか常識自分の国でもこれが常識だって思われてることでさみんななんか共通して理解することやん例えばロシアの女性は知らない人には笑ってはいけないそれがなんか頭おかしい人と思われるからマナー的なな考え方から来るものなのかなと思うけどどうもそう思うんだよねなんやろな自分が思うのはまあ人によって個人差の方が圧倒的に多い個人差の方がでかいけど、うん、なんか知らんけどロシア人はなんかよく着れるなって思ってるもうね、ヒステリーの女が多い女だけじゃない、男もまあ男もすごいけどねだから、こう感覚的にやっぱ話しててもなんか、てか全体ロシア人は感情がないみたいなこと言われるけど結構真逆やなと思ってて感情的だと思う日本人の方が感情がないなと思ってる、うん、なんかイメージとしてはね日本人は理屈派ほんで、ロシア人は感情派感情で動いてる気がする理屈とか関係ないねん嫌だったら嫌だったら嫌だみたいな感じやそうやね、もうめっちゃそういう風にするよねだから、何かよくそう政治的にもな話すやんかこう、なんかこうこういう理屈があってこうでこうでもううんたらこんたらみたいな話す時も日本の人はやっぱ何々国際的基準でこういうのがあってこうでこうでとかって理屈っぽく話すねんけどまあ正直ロシア人からしたら知ったこっちゃないけどとにかく嫌なもんは嫌やこれが欲しいみたいなだからその感じやからだからまあそんなそこがなちょっと難しいポイントかなとかって思ったりもするでもなんかな、まあ、そのいい部分と悪い部分もあるよねそのお互いに多分そういうところ、うん、そのなんか嫌なことは嫌だって言った方がいいっていう考えもあるけど、ね、それがなんかだからあまり良くなかったり個人的なレベルでいくとやっぱロシア人意外とやっぱそういう性格してるから意外と俺は結構幸せな人も多いなと思うねやっぱもうそれで生きてた方が楽っていうこともあるから日本の人はその理屈理屈しさでこう自分にこう変な理屈をつけすぎてこうそれがストレスとなって我慢我慢我慢になって言ってる人多いと思うこういう理屈だからって決めて単純に今の私はこれなんか嫌な気分だからとかっていうので動かへんねんまあでもなんかうち思ったんだなんかロシアの人ってなんかすぐ切れるやん切れるめっちゃ切れるでその感情的ですぐ切れたりするから逆に常にストレスやと思うねん何にでも不満を持ってるからめっちゃでも発散すごくないこうやったらいいけどなとかってすっごい怒ってほんでなんか精神安定剤みたいな各国家にあるやんロシアでは絶対カプリ家にあるなんやったっけあのカプリみたいななんかバイエリギャンそう水になんかこうポン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 ってやんねんほんでそれをなんかやりながらなんか錠剤もあるしこうそうなんかその水を水滴みたいなのを入れてそれ混ぜて飲んだら落ち着くみたいなほんま各家にあんねんけどなんかそれを必死になカピッとピシピシピシしながらもうあんたのせいで心臓が悪くなったあんたのせいで私の寿命短くなったからな死んでも知らんであんたが悪いからなもうほんまあんたのせいでもう何もええことないわみたいななんかそれで意味のわからぬなんかかわいそう本人が勝手に怒ってんのにそうなんかかわいそうなの多分演出してんのかなそこでまあなんかそれでもあんたのせいで私こんなにもうあーもう痛くなってるもう心臓に悪いお前
たいな。そう、多分そのなんかよしよしってされたいね。でもね、よしよししてみ、よしよししても多分うーんってならないよ。触れちゃいたい触らないと、なんで触ってこない、私はそんなどうでもいいの。急に切れて、なんか急にもう、だからロシアでな、なんかあんねん、そのことわざみたいな、うん、なんていうの、あ、ニスト、ニストのいないニスト、そうそう、あのいつもの方じゃない足からベッドから降りたんやなっていう風な言い回しがね、だからなんか知らんけど機嫌悪いやつは今日はいつもと違う方の足からベッドから降りたから仕方ないなみたいな、それを諦めようみたいな、ちょっとその人の今日の日じゃないみたいな、そうそうそう、だから俺はやっぱりロシア人はめっちゃ感情やなと思う、感情で動いてるなって、いやー思う、めっちゃ感情的やと思う。日本の人はな、なんかまあ理屈もそうやし、あとめっちゃ感じるのは、まあこれ歴史的なもんもあるかもしれんけど、あのめっちゃ外国人怖いな。外国人怖い。外国人ってか自分たちと違う何かこう、うん、来るのが怖いねん。あのやっぱりペリーが来たやん。あ、ペリーね。ペリー来たし、黒船な、ほんで鎖国してたやん。してたのになんか開国させられた時もそうやし、なんか戦争負けた時とかもさ、なんか米食ってたのにさ、なんか急に来てパン食わされてさ、ほんでチョコとか渡して娘にも感謝しろみたいな感じになってさ、まあ、なんかこのあんまり経験ないよな、外国の人からこうあるっていうのが、だからそれがすごい怖いのに、そのそもそも文化も全然違うやんか、外国って大体どこの外国もなんか似たような文化やん、その感情を表して言うとか、いろいろね、日本もう本当になんか独特な文化を持っているから、そりゃでもな、多分嫌なんじゃない、でも変にそうやっても無理やりな外国の文化を受け入れさせられるっていうのを変に経験してるから、外国の文化を受け入れるのはもうめっちゃ得意な感じするねん。あ、一番なそう思うのが、例えばロシアでさ、ロシアでアメリカ人が来たとします。でロシアの中でアメリカ人が、いやロシアはこういうところがな、自由がなくてダメだと思うし、こういうとこがダメだと思うって言うやんか、そしたらロシア人ってどうなる、そんな言ってきたら、うん、どう言うと思う、なんかどうでもいいんじゃない、もうなんか勝手にやってるわ、なんか言ってるわって感じじゃない、そうやねん、あのアメリカ人が言うことなんか誰も信用せえへんねん、簡単に言うと、そういうことね、そんなん外国人なんかどうせロシアのことまた悪く言おうとしてるだけやろみたいな、悪く知って貶めて、ほんでなんかアメリカ優位にしたいだけやろみたいな、うん、外圧にめっちゃ強いね、外国人がなんか言っても聞かへんねん、どうでもロシアはロシアやからみたいな、ロシアはでも多いかも、そう確かに多い、なんかみんな言ってるけど、でも私たちは知っている、私たちがそうやね、だから本当にないね、でも日本は逆に外国人が来るやん、例えばほんでなんか日本はこういうとこが良くないと思うとか言うやん、めっちゃ批判の的にあんねん、わーってそんなに言って外国の文化持ち込んでみたいな、いや俺もちろんそれは良くないと思うね、外国の人が来ていちいちそんな言っていくの、それはまあどうでもいいねんけど、それはあかんなと思うねんけど、でもロシア人やったらそこをそうどうでもいいっていう感じやねんけど、そこで批判するっていうことはめっちゃ耳傾けてるなって俺思うねん、真剣に耳を傾けてるから批判になんねん、真面目ってことやな、だからそういうならなく外国の意見なんかもう無視しとったらええのに、真面目やん、真面目にめっちゃ聞く、めっちゃ聞くなと思う、だからもう何事にも真面目にほんまに取り組むっていうのはそういうことやと思う、ほんまに聞くなと思って、だから気をつけんとあかんねん、私たちも見えるから、私たちも気をつけなあかんの、そうなんかやっぱそういう風に適当に言ったことを外国の文化だと思って真面目に受け取っちゃう人もおるから、あ、そっか、日本の人ってさ我慢するやんか、うん、で我慢して我慢して溜め込んで爆発する時がめっちゃ怖いやん、あ、俺あんま爆発する人見たことないけど、まあでも爆発したら相当やで、そうなん、うん、これみたいになるの、もう多分これ分かんないけど、
もう家燃やしちゃったりするレベルなんじゃない。ロシア人もそうちゃう。ロシア人はでも毎回ずっとなんかキレてるやん。あーあーってなってるやん。なんかマンションにいてさ、ロシア人の声普通に聞こえてくるやん。喧嘩してるのが絶対喧嘩してるもん。喧嘩してる。いやロシア DV 多い、 DV 多いって言うけど、なんかな、わかんねん、その理屈も。もういやあの、ね、お互い感情でぶつかり合ってるから。 DV 多いっていうの、まあそのまあ、男性もなんか感情的な人も多いけど、実際はさ、なんかもう女の人がすごい暴れて、男性がさ、もうこれはもうなんかもう暴れまくってるぞみたいな、もうさら待ってるよこの人ってなった時に、一回なんかまあ手出しちゃう人もいるわけよ、その中に。まあそれ良くないかもしれないけどさ、ダメよ、どうにもできない。2分ダメ、出しちゃうっていう人がいて、まあそれでなんか、なんでそんな人が多いかっていうのも分かる。多いなって言われるよね。まあお互いに多分感情的だからなんでしょうね。あと酔っ払いとかもあるやろしね。あ、酔っ払いは絶対喧嘩するよね。で喧嘩して5分後なんか肩を押して、ね、ラピライシヤピアーナーって言うな。はい、そんな歌歌うな。似たるやだどうだんだ。なんか酔っ払ったら私家まで帰れないみたいな、そんな歌やねんけど、ね、そういう歌歌いながらなんか仲良くなってるわ。そうそう、喧嘩した後にね。そう、あ、翌日だから朝だらけ、ほんなら、言うやんみたいな、ね、そんな感じがいや、知らんねん、ほんまに。いや、でも、ほんまに DV で、ほんまにやばい DV もあるやん。めっちゃそれで悩んでて、やばいのもいる。そう、ほんまのもあるから、決してそういう人がね、そういうことないとか、そういうのはもちろん言いません。全然あるけど、まあ、ただなんか多い理由っていうのはそういう背景もちょっとあったりするのかもなとか、うん、そうね、なんか、まあ、お互いに切れたり、まあ、なんか男はね、手を出してはいけないけど、じゃあ女は手出していいのかっていう話だから、もちろん女も手出してはいけないからね。どっちもあかんよ。手も出したあかん、出してんのはチンチンだけ。あチンチン出したらええねん、みんな。おしゃ許されるやろな、ペロッとしたら終わりや。ペロッとしたら終わりやん、ね、ごめん、誰もペロッとしない。あ、ほんま、俺はペロッとするで、すぐペロッとする。これが私のね、あれよ、じゃあ誰国民性よ。